パガーニ・アウトモビリは、イタリアに、本拠地を置く自動車メーカーである。創始者は、アルゼンチン出身で、ランボルギーニに在籍していたデザイナーのオラチオ・パガーニ。1992年に設立された。やはりパガーニによって引きられる、モデナデザイン社を母体とし、イタリア北部モデナの南東約10キロメートルに位置する、サンチェザーアリオスルパーナロに、本拠地を置く。 パガーニゾンダトリコロは1999年のジュネーブモーターショーでゾンダ C12 を発表。卓抜したカーボン成型技術を持ち、独特の車体と圧倒的な性能、そして非常に高い価格で発売と同時に有名になった。同社の開発にはアドバイザーとしてパガーニが崇拝するドライバーで、同じくアルゼンチン出身のファンマヌエル・ファンジオが起用されており、ファンジオの意見が 随所に取り入れられている。いわゆるスーパーカーのみを生産しており、現在は、ゾンダの後継者の、ウアイラを生産している。非常に高価なスーパーカーを小規模な企業が少量、生産する他の企業同様、エンジンは、自社開発のものではなく、メルセデスベンツのものを流用している。イタリアのスーパーカーが、ドイツのエンジンを使うことは珍しいが、これは、上記のファンジオのアイデアである。 少量生産メーカーであることを生かし、記念、特別モデルや顧客の細かな注文に応じたワンオフモデルを多数制作している。モータースポーツに関しては、サーキット専用モデルやプライベーターへの車両提供は行っているが、メーカーとしてワークス参戦は行っていない。社名には、パガーニの出身地であるアルゼンチンに関連した名前が使われている。パガーニウアイラ。 ありがとうございます。